どうもー、大キャノンでーす。仕事終わりました。今からですね、向かいますよ。はい。ちょっと、車の電気を。はい。ちょっとローソンにね、さっき寄って買ってきました。まあ、2回目ですけど。はい。ちょっと今日違うんですよ。前ね、あ、3回目だね。もうこれ3回目なんですけど、前は後ろが全部煉獄さんだったんですけど、今日は、人はもう助けるのを気づけない。絶対に気づけない。ねずこちゃん。でした。そして、これも買いましたね。これも。はい。これをまあちょっと入場までポリポリ食べながら待ちたいと思います。すごいね。ドラゴンポテト、そしてサワークリームオニオン味ということで。はい。じゃあね、早速出発したいと思います。またちょっと映画館でも少し撮れたら撮りたいと思いますので。はい、では。はい、今ね、映画館の駐車場です。着きましたが、あ、やべやべ、また。 またちょっと、はい、なんか駐車場全然ないんですけど、もうなんかね、屋根がある駐車場なくて、屋根がないところに、来てしまいました。いや、やっぱこれも、鬼滅効果ですかね。じゃあ早速ね、まだちょっと映画始まる1時間以上前なんですけど、早速降りて、劇場に向かいたいと思います。はい。では、ちょっと劇場でまた、撮ります。はい。今、発見し終わりました。行きます。はい。じゃあ今ね、劇場にいます。そして、ちょっとグッズを今買ってきました。ですね、これが、ランダムアクリルチャームですか。ちょっと何買おうかね、すごく迷ったんですけど、やっぱちょっとこのなんか開ける時にね、どれかなーっていう楽しみがあるじゃないですか。それをね、ぜひちょっと味わいたいと思って、アクリルチャームランダムにしてみました。そしてですね、なんとこれ、なんだと思います？これ。これね、パンフレットなんですよ。パンフレットがこんな感じなんですね。パンフレット豪華版。ということで、いや、すごいね、これ。なんか、はい、ちょっと普通のは1000円で、これはちょっと3000円でした。ちょっとね、開けるのが楽しみですけど、ちょっとね、開ける動画はちょっと撮れないですよ。これ撮ってて片手塞がってるんで。というわけでね、ちょっと後で、じっくり開けたいと思いますので。では、ちょっとね、まだあと1時間くらいあるんですけど、まあ、劇場の雰囲気楽しんで、映画の方に向かいたいと思います。では、また。はい。じゃあ、まだちょっと時間があるんで、これを食べたいと思います。ドラゴンポテトオニオン味、サワークリームオニオン味。いやー、なんかなんだこの形は。美味しい。いや、サワークリームオニオン好きなんでね。ちょっと片手なんで大変ですけど。うまいです。中には持ち込めないんで、今食べますね。わあ。ちょっとですね、ここで、ちょっと入る前に食べるんですけど、さっきのこれを開けたいと思います。果たして誰が当たるのか。
お、いけた。さあ、おー、伊之助くんじゃないですか。いや、伊之助めっちゃ好きなんですよ。結構ね、あの性格は実はちょっと似てるというか、そういうところも、私イノシシ年なんで。はい、というわけでね、あとはこのポテトを食べて、ちょっと入場をね待ちたいと思います。もう8時過ぎたんで。あと少しで入場なんで、ではまた。なんと煉獄ゼロ感ゲットしました。では今からスクリーンに入ります。はい、今ね、ちょっと、はあ、鬼滅の刃は見終わりました。いやー、もうね、なんかもう言葉には言い表せないぐらい、なんていうんですかね、もう知ってるんですよ。あの、結果どうなるかね。あの、漫画読んだんで全部。でもね、やっぱり、なんか、もうね、すごいよ。大人がもうめっちゃ泣いてましたよ。やっぱなんない、なんかその、上映の前にね、劇場入る前に、前の上映見た人が出てきたんですけど、その人たちもすげえ泣いてて、いや、マジかと思ったんですけど、いや、もう意味わかりましたね。いや、あれはね、なんていうかね、煉獄さんになりたい。はい。煉獄さんはすごいよ、彼は。彼二十歳でしょ。二十歳の時になんかもうその後輩とかにあんなこと言えないよね、普通にね。いやー、なんかやっぱね、そのなんかフィクションだからくだんねーとか言う人いるけど、いや、それ違うと思うんだよね。やっぱああいうことになんか多少やっぱ影響を受けて自分の人生が良くなるのが、ただ勝ちだと思うんですよ。はい。だから、やっぱ、ちょっと、もう私、こっからね、今日から、ちょっと心にね、煉獄杏寿郎を住まわせて、ちょっとね、教師やりたいと思います。もう、これはね、もう、決めました。ね、今年運動会の色が赤っていうのもね、めちゃくちゃ嬉しいです。もう今さらに嬉しくなりました。ちょっとそれをね、ちょっと燃えるを情熱に変えて、もうこれからね、いろんなこと頑張りたいと思います。鬼滅の刃無限列車編もう最高です。はい、もう結末知ってても、知らない人はもうどうなっちゃうんでしょうかね。うん。知らなくて、あれもうアニメで追ってたあれ見たらすごいよ。多分。もう僕ね、もう一回行きます、絶対。はい。もうチケットはまだあるんでね。今年1月までそんな別に見る映画もないと思うんでね。もうこの、鬼滅の刃無限列車編をもう一回は絶対行きます。もう決めました。というわけで皆さん、鬼滅の刃無限列車編めちゃくちゃおすすめです。むしろ今もう鬼滅の刃知らない人は、もう見てください。Amazon プライムで全部見れますから。なんか明日、ナタグモ山編ありますから。見て、必ず、無限列車編、行ってください。この、人生半分損してますよ。これ行かないと。はい。なんで、ぜひね、行ってください。また私、今日はちょっと無理かも。まあちょっともう帰って、だいぶ時間遅いんで無理かもしれない。明日、
必ずちょっともう一度煉獄さんの書道アートあげますんで、またそれもね見てください。それでは、今日本当にね最高の金曜日になりました。またこれからもね自分の人生頑張りたいと思いましたんでね、思いました。はい、ではまた皆さんどっかで次の動画でお会いできたら嬉しいです。高評価、チャンネル登録よろしかったらお願いします。では失礼します。煉獄杏寿郎最高です。